はい、介護福祉士オンライン講座ウェブチューター2020の説明になります。 Facebook ページになります。グループページ、2020ウェブチューター介護福祉士というところです。ここに申し込みいただいたら、参加していただくことになってます。例えば今日現在のこのページ見ると、まあ、アナウンスがあるんですけど、アナウンスの下に、最近は過去問の練習をしています。皆さんこうやって答えてます。正解してたら超いいね。ずっと最近多いですね、過去問の練習をしてます。でこれが最新の第10週第1部のビデオになりますね。3つに分かれてますビデオ。そしてその時に使ってる資料、このように画像でアップしてます。またこれをこうダウンロードもできます。印刷もできます。これがそのダウンロードするところですね。はい、またこう過去問の練習してます。はい、こんな感じで、グループページがあるんですけども、まずは最初にアナウンス、ここですね、アナウンスを読んでいただくんです。でまあいろいろこう勉強の仕方とか、説明されてます。どんなテキストを使うかとかですね。でこの勉強の仕方はですね、まずはメニューがあるんです。ここにこう必ずこの下のホームページリンクからスタートしてくださいということで、ここに行くんですね。このページ、これがここになります。このページです。2020年外国人向け介護福祉士国家試験対策学習ビデオ教材リストということで、まあ、メニューがあるんですけど、A は今年のレッスンビデオ、 B が2019年の学習ビデオ全部、 C が過去の問題の練習ということで、ずっとこうメニューがあります。レッスンビデオ、まあ、0はこう2019年分、これ全部見れるんですけど、後で確認しますね。で今年のウェブチューターは11第1週、ここから始まってます。第1週最初の授業は試験の概要と勉強の進め方、ウェブチューターの説明、試験に必要な漢字の練習、それと、本格的に、第1章日本の社会、ここからですね。で第2週高齢者の身体の特徴関係、第3週発達と老化の理解、始めよう人間の体前半、第4週始めよう第3章人間の体後半、第4章脳血管疾患で、第5週が始めよう第4章認知症、次が、認知症の復習と追加知識、第6週というふうにこうやって毎週毎週ビデオが2セットずつアップされてます。まあ今はこう1部2部っていう表現してるんですけど、今日現在は第10週の第1部まで来てます。介護保険について始まりました。介護保険まで行ってます。これが毎週のビデオなんですね。ビデオレッスンです。メニューは過去問題もあります。そこまでかな。で例えばですね、一番最新の第10週第1部始めよう第8章介護保険について、で内容は介護保険について全体の概要説明がありますよということで、ここをちょっとクリックしますね。クリックします。そうすると先ほどの Facebook の学習ページに行くんですね。ここになります。4月14日にアップしたものです。2日前ですか、このビデオ収録の。
第10週第1部介護保険について、ビデオは字が小さいので勉強するときはビデオだけでなく資料やテキストも一緒に見てください。出てくる資料はダウンロードもできますということで、第1部はこの3つにこうビデオを分けてます。その1、その2、その3、非常に容量が重たいので一括してね、Facebook ではアップできませんので3つに分けてます。ビデオの名前の最後の数字は録画時間ですということで、例えばこの一番上が003219っていうのは32分19秒ですよと、そういう説明になってます。例えばここ行きますね。123と3つビデオがあるんですけど、最初のビデオをクリックすると、よいしょ、これがビデオのスタートですね。はい、お疲れさんです。はい。で、今は今日は第8章の介護保コロ険ナにウついイルスての関にな係りまです。教室のビデオ撮りで、できないので、去介護保年険のは本当にビデ難しオをいんで、キャプションつけて難編しい集よしてまね。す。でもこれ知らないと介護の勉強もできないからね。払います。で、もし死んだら残された人にお金、介護給付って介護サービス。で、車壊れたんで40歳から64歳を第2号被保険者と、なってないでしょ。この人は5000何本とかね、高いところ6000ぐらい払ってるんだよね。認知症になる人もいるよね。あれは何て言うの、若年性認知症っていうのね。嘘少々ね、骨粗しょう症、そうやってこう年を取ったらかかりやすい病気で、それが原因で介護が必要になりましたって証明できた保険証を持ってます。あなたたちは介護保険を使う。はい、これがその1ですね。で、その2、その3、その3まで、3番目いってみますね。これです。はい、じゃあ続きに入ります。始めようのテキストに戻りました。第8章ね。こざーっとポイント、その法律の第1条って、これは時々やっぱ出るんだけども、児童の介護、あと機能訓送ってくれたよね。40歳中年の人はまだ送ってくれないね。本当に介護を使う時になって送ってくれるよね。この保険証許可をもらわなければなりません。と、多系統変形を伴う変形性関節症で、変形性膝関節症とかね、変形性股関節症、もう内側痛くてね、こういう時は使えるということでした。これで16種類あってね。はい、じゃあ今日の授業これで終わります。ございます。はい、こんな感じですね。はい、このように、ビデオレッスンを受けることができます。それでこう資料はここにありますってありますよね。今日使った資料、ここをクリックするとここに来ます。で、まずこう画像で見れるようにしてます。で、どんな資料があるかというと、これ始めようのテキストですね。ひらがな付きです。振り仮名つけてます。それと時々ね、手書きで書いてる説明がありましたよね。その場合は
また別に資料をアップしたりもしてます。はい。そのようにしてこのメニュー、レッスンビデオのメニュー見て勉強していくんですね。で、途中から入った人もできるだけこう頑張って最初からね、キャッチアップするようにしてください。それと、このウェブチューターオンラインのいいところは、合格に必要な勉強すべて、前の年のこの2019年の学習ビデオ、ここで全部勉強できるんですね。もうどん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 勉強進んでる人は、もうここで全部やっちゃえば、もう1ヶ月、2ヶ月で合格できるかもしれません。まあそういうコンテンツがあります。ちょっとこれクリックしますね。まあここをクリックしてもいいんですけど、ここをクリックしますよ。そうすると似たようなリストのページに来るんです。これは Web チューター2019のビデオリストということで、ステージ1、2、ずっとこうステージ、だんだんこう詳しく試験対策になっていくんですけども、もうすごいボリュームの勉強があります。最後は試験のコツまであります。始めようのテキストから始まって、次合格ドリルで全て勉強して、あとは EPA の方が使っているワークシートでまた深くポイントを勉強してます。全部勉強できますよ、皆さんも。最後の方はもう試験対策ですね、模擬試験問題とかね。はい、こういう勉強もできるんです。よろしいですか？はい。そういう勉強をしながら、で、またこのウェブチューターのページに戻るんですけども、質問、ここにね、勉強を始めてから質問があるときは、この投稿、その投稿、さっきのビデオのところに質問を書き込んでもいいんですね。そのところでコメントするか、あと質問コーナーでしてくださいということで、質問コーナーもあります。あと、また質問用のチャットグループもあります。これを読んで希望者はコメントくださいということで、まず質問コーナー見てみますね。ここをクリックします。そうすると、ここの質問コーナーに行きます。で、ここで、質問があったらどんどんご質問していただいていいんですね。まだね、ここで質問してる人はそんなに多くはないんですけど、おっと、何かあったらこうすぐに答えられるようにしてます。あと、質問チャットってありましたね。ここ質問用のチャットグループもありますと。これはというとですね、これなんですね。ウェブチューター質問っていうスレッドがあります。ウェブチューター質問。ここにこう、もういろいろこう、ここはね、割と活発にいろんなコミュニケーションしてます。あとは、ズームで時々勉強してるんですね。ズームって、わかりますかね？別にこのグループページっていうのがまたありまして、ちょっと複雑なんですけど、このケアギバー日本語介護福祉士っていうグループページがあって、生徒さんはみんなこのグループにも入ってます。で、ここで、例えばウェブチューターとインナー初級コースの生徒さんへ、次のズームレッスンです。どのレッスンに参加するかをここでコメントしてください。4月16日木曜日18時19時、18日土曜日18時19時と、こういう案内をしてですね、ここでこう参加する人はコメントしてもらってます。ね、どっちに参加できますよとかいうコメントをいただいて、で、この人たちが毎週やってる実際のズームレッスンに入っていきます。で、どんなレッスンかと言いますと、ここでいくと、
これがそのグループページなんですけどね。これですね。OK です。答え、ちょっこうやって今は過去問題の練習をして待ます。って、1番の人、返事してください。今でならなければならないね。頑張はい、答え2番の人、返事してください。いや、1番かな、大将が。はい。2番です。1人ね。私も2番。はい。答え3番の人。はい。はい。ああ、国政。ああ。国民年金の1つ選んだら、必ず国民年国民金。家に過去問はた関だ与す解くだけじゃなる。はくい。てですね、これそは何のですか、問題これには。関する知識を復習するのが大事なんで学すね。生ネズームレッスンではこのように問題を制限時間で解いて、その後解説をしてまなんかす。音ごちゃごちゃうるさい人がいるけど。豆腐っていうのは、ね、払うのね。そういうズームレッスンもやっておりますので、ぜひみんな頑張りましょうね。どうでした？ウェブチューター、オンライン、日本人の方ももう入ってます、何名か。外国人向けですけども、本当にこう分かりやすい勉強を毎週毎週ビデオで勉強して、あとはズーム講座で、過去問を解きながら復習したりとか、あとこういう過去問の問題をアップしてそれで復習したりとかいうことで、勉強できるようになってます。以上です。